あなたもきっとこのトリックに騙されている。たまに椎茸は痛風の原因になる、特に乾燥椎茸はプリン体が多いから、といった内容の記事を目にする。確かに椎茸にはプリン体が含まれている。食べ過ぎると痛風になる可能性が高まるのも事実だけど、その量はとても食べられる量じゃない。日本痛風拡散代謝学会は1日に 400mg のプリン体摂取を上限としている。乾燥椎茸 100g に含まれるプリン体は 379.5mg、 これは確かにほぼ上限だわ。実はここに乾燥による濃縮トリックがある。なんと乾燥椎茸1個の重さはたったの2から 3g しかない。 100g 食べようと思ったら33個も乾燥椎茸を食べることに。そんなに食べれるかな。せいぜい5個ぐらいじゃない？5個食べてもプリン体は約 57mg。 1日の目安の7分の1じゃん。このプリン体の考察、みんなの意見はどうかな？ちなみにビタミン D などの他の成分もこの乾燥濃縮トリックで騙されることがあるので注意してね。数字を 6.5 で割ると大まかに生しいたけ換算ができるよ。ご参考に。